はい、ということでどうも皆さん、ダースです。ピクミン実況パート12ですね。ちょっと久しぶりの収録になるんですが、やってまいりましょう。状況の整理なんですが、希望の胸は全部パーツ集めたんでしたね。で、大制限まだ行ってないよと。で、樹海のへそ、それから遭難地点が残り1個ずつ、パーツがありますよということですので、ちょっと今回はですね、この遭難地点と樹海のへそのこの残ったパーツ、これらをちょっとうまいこと編集駆使してね、一本の動画で収めて、回収したいなと思います。とりあえず樹海のへそからいきますか。で、これパーツ1個だけ回収するだけなんで、確実に時間余るんですよね。なので、まあ、ゲーム内の日付で言ったら2日分使って、まあ、パーツ回収しつつピクミン増やして、みたいな形でやっていきたいなと、思います。ちょっと編集がね多めになるかもしれませんが、どうすかな。まずどこにあるんだっけ、あと1個ん、あー、これか。で、水辺にあるお宝っていうことなので、とりあえず青ピクミンで、やっていきたいなと思います。確かあのカエルとかがいて妨害されるみたいな、感じだったと思うんですが、まず91匹、こちら出してまして、あ、でもマップ上100いることになってるの。ああなんかの、なんだこれ、どこだこれ。花ピクミンがあれか、亡くなったところにまた新しいピクミンがね、命の、産声を上げたみたいなところでしょうか。ちょっとね、あの、行ってみないことね、何も分かんないんですけど、まあどうせ時間たっぷりあるんで、ちょっとまあ確認がてらね、進めていこうかなと思います。うわ、こいつら来んのか。まあいいだろう、そんなやつやつじゃないんで、サクッとね。あ、やべえ、豚ドックリ、青ピクミンと豚ドックリはちょっと相性悪いな。ちょっとこれをタコ殴りにしてね、こいつらを倒しましょう。あ、上に上に、あ、ピクミンが、よし。で、これ飛び上がって降りてきたらもうタコ殴りにするというパターンで、これで、よし、OKOKOK。で、ちょっとね、亡きがらを運んで、青ピクミンを増やしつつね、やっていきましょう。で、これどうすかな。豚ドックリが結構はびこっちゃってますね。長いこと多分ここ来てなくて。まあ、いや、とりあえずこいつらこのままにしといて、まあ、時間はあるんでゆっくり確実にね、回収の方進めたいと思います。で、このマロガエルでしたっけ、こうカエルモンスターがいるんで、こいつをちょっとね倒さないといけないと。まあ時間かければそんなに強い手ではないので、こんなような感じで、よし。あー、やべやべ、あぶね、一匹潰れちゃうかなと思ったけど大丈夫でしたね。ゴー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 、あーあーあー、ごめん、ちょっとタイミングしくった、焦りが出たな。うわ、また潰れたか。あ、やべ、しくった、しくった、やべ、下手下手下手さがにじみ出てる。あーあー、ごめん、みんな無駄に減らしちゃったな。うわー、どうしよう、一回こいつ、うわ、運ぶの危険かな。でも豚ドックリいるからな、危険かな。俺が気を引こうか。じゃあやばいか、やばいと思ったらちょっと一旦回収して、あの、撤退しましょう。こっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。オッケー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 、いい子だいい子だいい子だ。そろそろ合流しないとやばいかな、そろそろ合流しないとやばいかな。あかん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 、だ、やばいやばい、ちょっと、出て、これピクミンはあれだったかな、火ついてすぐだったら助けれなかったかな。やばいな、ちょっと久しぶりにやったら下手さが露呈してるな。やばいやばい、ピクミンが減る一方だ。どうすっかな。まあ一旦赤ピクミンでね、あの、安全確保するって手もあるんですけど、なんとかね、一つの動画で収めようと思ったらちょっとうまくいかないかもしれない。んーで、これどうしよう、青ピクミンこれ残しとくか。で、これでマロガエルの方ちょっとね、死体そのままになってるんで、
あ、いいか葉っぱでも。とりあえず今はね、戦力増強して、カエルをとりあえず倒さないことにはパーツを運べないので、とりあえずそれで60もいれば多分まあ十分だろう。でちょっとね、なるだけ安全なルートで行きましょう。これが通れないんでこっちで、よし、で豚とっくりがいるんでこいつらを回避して、オッケーオッケーオッケー。でカエルが多分まだいっぱいいると思うんですよね、この辺。まずこいつだな、あ、これパーツですね。こいつを、お、来いよ。ゆっくりやるか。気をつけろ気をつけろよ。あー、一匹いった。やっぱり青ピクミンね、赤と比べると火力、攻撃力がね、低いので、どうしても時間がかかってしまうんですね。よし、もうちょい、これでいけるか。 OK、 よし、よかった。多分ね、まだいるよな、まだいるよな、いないかな。あいつだ、あいつやるか。はい、カモン、カエルちゃんよ、遊ぼうぜ。よし、オッケー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 、気をつけろ気をつけろ、大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。あー、ダメだった、一匹。と時間かけて確実にが一番だね、こいつは。この繰り返しですオッケーオッケーオッケー。もうちょい、これでいけるか。オッケーオッケーオッケー。よーし、やったね。でどうすっかな。ちょっとね、青ピクミン増やすためにもこれちょっと水辺からあげましょう。あげるとこまでやって、ちょっと豚どっくりゾーンに入っちゃったら一旦回収するみたいな形でやりますか。オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれでこれ、とりあえずこれで、とりあえずこれでよくて。でね、パーツも、陸に上げてしまえば赤ピクミンでも運べるんで、ノンダイオキシンを発見した。発がん性のダイオキシンを除去するロケットカバーだ。これでこの星の大気を汚さずに移動できると。環境に優しい、パーツってことですね。うわ、重てえなまあでも50何匹いるんで、とりあえずこれで、陸まで上げてもらって、上がりきったらまた赤ピクミンの出番ですね。あ、カエルどうしよう、運ぼうかな。いや、いっか、時間あったらでいいや。さあ、とりあえず陸まで上げてくれ。上げたら赤ピクミンの出番だな。よし、もしくは俺が豚どっくりの気を引いて、やめろ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 、よしよしよし。あ、詰まってる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 、ごめん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 、やべ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 、ごめんごめんごめん。退避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 、余計なことした余計なことした余計なことしちゃったよ。待てよ、こっから上がれたかな。いけるねいけるね。いや、ちょっとね、葉っぱピクミンが多いんで、ちょっと蜜をこれを、あ、吸いやがったまあいいけど。でどうすっかな。とりあえずまあ、うん、ちょっと任すか。で、数の多いね、赤ピクミンに、頼ろうかなと思います。で豚どくりちょっと倒すか、あいつら邪魔くさいな。赤ピクミンね、まあ200匹近くいるんで、よし、みんな来い、仕事の時間だぜ。あー、やっぱりでも花少ないなで、つぼみになってるこの赤ピクミンとりあえず放置して、花になったら回収しようかなと思います。これどうする、赤にさせるか。いいよ、はいはい。さて、みんな行こうか。まずは豚どっくり狩りの時間だな。あ、ちょちょちょ、まあいいけどいいけどさいいけどさ、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。よし、
さて、どっくりちゃんよ、一匹ずつ格好撃破してやるぜ。結構いるな、3匹ぐらいいるのかな。ちょっと奥からやるか。おいおいおい、遊ぼうぜ。で、まあ豚どっくりね、赤ピクミンだとすごい楽に倒せるんですけど、ただあの水辺に吹っ飛ばされたら赤ピクミンに溺れてしまうんで、それだけ注意しないといけないですね。よし、お前らご了承だ。なんか後ろにうるせえのがいるな。よし、まず1匹で、あいつどこ行った。あいつこいつか。でこいつをちょっと水辺から離して、急に遊び出してるやついるけど、まあいいか倒せるだろう多分。ちょっとね、あのピクミンがまたこの戦闘で傷ついて、減ってしまうところあるんですけど、まあちょっともう必要な犠牲というのでね、割り切ります。よし、お互いで、どっくりがまだね、物だらけだな、この辺。物というか、亡きがら。まずはお前だ。とりあえずもうね、倒れるまで、やつが倒れるまでにピクミン投げ続けるというパターンでいきましょう。よし、オッケー。さあ、あとラス1かな。やべ、この1はやべ。火が直撃する。ゲゲゲゲゲゲ、それゲイ。頑張れ頑張れ、もうちょいだ。よし、お疲れさん。で、まずね、このパーツを運びましょう。あ、でどうすかな、青ピクミンをね増やしたいのもあるんで、こうして一回青ピクミンで、このコパネ持ってっかな、これ持ってって、で赤ピクミンでこのパーツをね持っていきます。よし、これ何匹も60ぐらいまでいけるの、うん、これでいい。で、この子たちがね、あのドルフィン号までついたら一旦、カットというか、パーツ回収しましたってことで一旦ね締めにして、で次のあの遭難地点の、方の動画にね移行するという形にを、尿だっての編成編集にしたいなと思います。よし、いいぞいいぞ。あ、これ持ってきたよね。いいよ、なに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 、何の音これ。え、みんなどうした。ちょっと木の工作始めちゃったよ。おい、ってか、あ、そう、あっちから行ってんのか。いや、いいけどさ、いいけどさ、やってもいいけどさ。あっち行っちゃったよ。君らもちょっとやろうか。あ、いたいた。はい。で、あいつらどうやって、どっから行くつもりなんだ？こいつらだね。あ、ペレットあるか。これ運ぶか。はい、いいよ。運んでらっしゃい。よし。ちょっと待って、何考えてんの？どうしたいの？やばいって、気づいたらもうそろ日没じゃん。これ間に合うか？まあどっちみちカットするからいいけど、ちょっと亡きがらの回収はできなさそうだな。青ピクミン増やしたかったんだけどな、ちょっときついな。ちょっとじゃあ今のうちにできることをねやろうということで、赤ピクミンはまあどっくりの炎攻撃効かないんでほっといても多分大丈夫だと思うんですけど、とりあえずこれで、いやー時間あっという間だな、全然やった気しないんだけど。ちょっと泣き殻回収できないな、こりゃ。はいよ。赤ピクミン戻して、まあ戻してもそんな意味ないような気もするけど。青ピクミン引っこ抜くか。あ、なんか花だったはずなのに葉っぱに戻ってないか、これ。気のせい？さあ、あの遠回りしてる連中が間に合うか間に合わないかってこと、なんかきつそうな気すんだよな。あ、やばい。ダメかな、こりゃ。ちょっときつそうだね。まさかここで無駄に1日使うと。
これ予想外だったな。無理かな、無理かな、無理だな。しょうがないこれはちょっと誤算だった。失敗したな。いや、どういう動画にしようこれ。1本、とりあえず今日というかこのパートここで一回区切って、次のパートであのパーツ回収ね、中途半端になっちゃったパーツ回収と遭難地点の回収で多分うまい具合の尺になるかな。ちょっとごめんなさい、これはね予想外でしたわここまでぐだると思わなかった。うん、それであの残されたピクミンたちのところにね行くのも行く時間もなかったね。20匹ぐらいちょっと迷子というか多分埋まってると思うんですけど地面に。豚ドックリ、この星の生態系は一体どういう進化を遂げたのだろう。なんとこの生物は炎を吐くのだ。ピクミンがあの炎に炙られたらひとたまりもない。炎に立ち向かう力さえあれば。まあということで火に強いね、あの赤ピクミンの出番になるわけなんですが、いやちょっと無駄になくなっちゃったな、52匹はね。ちょっとマロガエル戦でしくったのがでかいと思うんですけど、あと豚ドックリのあの運ぶ最中のねちょっとミスがあったんで、青ピクミン少ないな、ちょっと増やしたいな。はいよっと。はい、ということでちょっとね、誤算でしたが、ちょっとパーツをまさかの回収できないという状態になってしまいましたんで、とりあえず次のパートはこの樹海のへそのね、さっきあの途中で、終わってしまったんで、あれ回収するのとこの遭難地点のパーツを回収するっていうパートにねしていきたいなと思います。ということで皆さんどうもご視聴ありがとうございました。次回ちょっとそのような流れでね、動画の方作っていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。では次のパートでまたお会いしましょう。その日までバイ。